ピュージェットサウンドは、アメリカ海軍の護衛空母。コメンスメント米級航空母艦の9番艦。艦名は、ワシントン州のピュージェット湾にちなんで命名された。ピュージェットサウンドは1944年5月12日に、ワシントン州タコマのトッドパシフィック造船所で、寄港、1944年11月20日に、バートエイティーツ夫人によって浸水し、 1945年6月18日に、タコまで、チャールズ F 高官長の指揮下収益する。ピュージェットサウンド海軍造船所での偽装をおびこう、試完了後に、ピュージェットサウンドは1945年7月6日に、カリフォルニア州サンディエゴ沖での成長のため出港し、第6海兵航空団を上艦させる。9月8日に、サンディエゴを出港。 範囲水域で短期の訓練の後、日本占領の支援任務に従事する。ピュージェットサウンドは1945年10月14日に東京湾に入港する。その艦載機部隊は G 飛行及び松山、名古屋に上陸する陸軍第10軍の大気雷紹介を支援した。その後、ピュージェットサウンドはフィリピン、香港、マリアナ諸島で戦術訓練に参加し、 グアムのアプラ港で補充の航空機を搭載すると1946年1月6日に出港、真珠湾に航空機を降ろし本国に帰還する。1月23日にサンディエゴで第6海兵航空団は艦を離れ、ピュージェットサウンドはマジックカーペット作戦参加の準備を行う。1946年2月から5月までピュージェットサウンドは2度の 魔法の絨毯任務を行い、サンディエゴと新ワ湾、アラメダと沖縄を往復し1200名の兵員と余剰の航空機を運搬した。ピュージェットサウンドは1946年5月24日に北に向けて出港し不活性化のためピュージェットサウンド海軍造船所に6月1日に入居する。10月18日に退役し、タコまで太平洋予備役艦隊入りする。 1955年6月12日に、A、ケマイナス113に、監首変更され、その後悪クマイナス13に再変更された。1960年6月1日に除籍され、1962年1月10日に、カリフォルニア州ビバリーヒルズのニコライ・ジョフィ社に、スクラップとして売却された。ありがとうございます。